トーク。さあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りします。2014年12月10日水曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ495回目の放送、ナビゲーターの正也でございます。いや、12月に入って沖縄もだいぶ寒くなったかなというふうに感じますけども、今日はそうでもないですね。また沖縄は夏に進んでいくのかなと思うぐらい、今日は太陽もね、出てまして、ポカポカ陽気になるという予報が出ておりますけども、しかしね、インフルエンザ風邪ひきさん、私の周りでも多いです。私自身もちょこっと体調が悪いですけども、皆さん体調にはくれぐれも気をつけていきましょうね。実際にね、よろしくお願いします。さあ、そんな12月10日でございますけども、今日の誕生花、皆さんご存知でしょうか。レッドボロニアというお花だそうですよ。釣り鐘型、そして星型に、花びらが開くもの、この2種類ある、2種類のタイプがある花、レッドボロニアだそうです。で、茶色のボロニアは香水にも使われる甘い香りのお花だそうですよ、ね。そしてこのお花の花言葉、印象的という花言葉がついているそうです。まあ、インパクトを残すということなんでしょうね。印象的、まあ、印象的という花言葉がつく今日の誕生花、レッドボロニア。この花と同じように、このラジオを聴く人すべてにインパクトを残しつつ、なおかつザ・沖縄をもっと楽しく満喫感を、まあ、伝えながら、あなたの旅に一味加える観光情報番組読谷ラジオでございます。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに沖縄県読谷村の良さをお伝えしていく番組となってます。まあ、良さといっても本当にいろんなものが詰まっているここ読谷村。人間の想像力は無限大、それを開花させる村、それがここ沖縄県読谷村。読谷村、日本一人口の多い村でございます。人を引きつける村、開花させる村、その読谷村の情報をお伝えする観光情報番組読谷ラジオでございます。この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後ドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。で、 CM を挟みましてコーナー、読谷何でも調査団というコーナーをお届けしますよ。ナビゲーター正也が自ら読谷村内を駆け回り、いろんな情報をかき集めたやつ皆さんに提供するコーナー、読谷何でも調査団、この後 CM 宛てに、はい、流しますよ。今日はね、すごい今が旬の情報でございますよ。その他、読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報盛りだくさんでお届けしていきますので、
最後までお付き合いよろしくお願いしますよ。本日のナビゲーターまさやです。観光情報番組読谷ラジオ12月10日水曜日のナビゲーターは私マサヤでございます。オープニングトークでも話しましたけども、今日の誕生花レッドボロニア、花言葉は印象的インパクトを残すというね意味だと思いますけども、そういう、花言葉にちなんだ今日のドライビングナンバーをお掛けしましょう。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。今日も読谷村高志穂にございます。体験王国紫村
サテライトスタジオから生放送でお送りしておりますよ。サテライトスタジオからの放送でございます。朝早くからこの体験王国紫村に多くの学生さんが続々と入っていっておりますよ。101の体験ができるテーマパーク、体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてますよ。さあ時刻は9時10分になっております。ここで天気予報をお伝えしましょう。まずは外況からです。沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に警戒してください。沖縄本島地方と大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。10日は先島諸島では気圧の谷の影響により曇りや雨の天気となる見込みです。沖縄本島地方は初め晴れますが次第に曇る見込みです。沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高く、波の高い状態は11日にかけて続く見込みです。各地方とも海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください。本日の天気、10日東の風晴れ、昼前から曇り、波の高さ3メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うと出ておりますよ。本日の日中の最高気温23度、うわ23点一気に上がるね。で明日11日も、今日と一度しか変わらない22度というふうに出てます。いやーいいっすね、あったかい陽気。私はどっちかというと寒いよりは暑い方が好きさ、そのままあったかくならんかね思うんだけどさ、しかし明日雨という予報が出ておりますのでね、明日のまあ天気もチェックしつつ、まあ皆さん旅行を楽しんでいただきたいと思いますよ。さあちょっと天気予報に加えてこちら、JAF から、皆様に注意の呼びかけというか安全に関わる情報として紹介したいと思います。JAF がですねヘッドライト点灯状況全国調査を実施したということで、沖縄県なんと全国平均を下回る 8.5% 減という情報でございますよ。JAF は、夕暮れ時夜間時の交通事故防止を目的とした早期ヘッドライト点灯促進活動の、まあ、点灯状況調査を行ったということで、その中で、まあ、全国平均に比べ沖縄は非常に低いというデータが出ているそうです。皆さんこの早期ヘッドライト点灯というものはですよ、この交通事故防止につながるということで、ね早めのライト点灯、まあ、呼びかけるという、情報速報でございますけどもね、実際に、その横断歩道がないところを通り、まあ、事故に遭われる方という、ね、ニュースを聞くことが多いんですけどもね、まあ、そういう前方ももちろん確認しながらその歩行者が確認できる早めの点とライト、それをすることで防げる事故防止というのもあるということで、皆様に、ねそういうヘッドライト点と、呼びかける場としてねちょっと天気に加えて皆様に紹介呼びかけをいたしましたので、ぜひね全てのドライバーの皆様に注意の呼びかけとして、はいよろしくお願いいたしますよ。そしてこの読谷ラジオ毎月テーマを設けてコーナーをお届けする1週間があるんですけども、今月12月はやはりクリスマスもあるということで、光がある風景、しかし読谷村内でですよ、読谷村内で光がある風景をお届けしようと思っております。そこでリスナーの皆さんが選ぶあなたが選ぶ光がある場所を募集しておりますよ。あなたが持っている携帯カメラでその光の場所を撮って、あなたのお名前と電話番号を記入して、この番組にメールで送ってください。グランプリに選ばれたリスナーさんにはなんと素敵なプレゼントご用意しておりますよ。メールアドレスすべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっております。さあ一旦 CM を挟みました。読谷なんでも調査団のコーナーでございます。
読谷戦隊あやみレンジャー、まさこレンジャー、読谷の観光を案内しちゃうわよ。案内するわよ。みんな観光情報番組読谷ラジオ聞くのよ。みんな聞くのよ。読谷なんでも調査団、観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。ここからはコーナー読谷なんでも調査団をお届けしますよ。どこにでもあるでもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知ってよかったの枠を広げる読谷なんでも調査団でございます。沖縄県読谷村24の自治会がございます。24の自治会、すべての自治会も本当にいろんな、個性があふれる、場所で、どこに行っても楽しい場所でございますけども、そんな24の自治会の一つ、読谷村あざ宇佐区、宇佐ね、その宇佐にある読谷村の観光名所残波岬というものを、ものじゃない、残波岬がございます。岬があるんですけど、その岬にですよ、灯台があるんですよ。まあ、県内でも灯台がある場所というのはね、本当に少ない中で、ここ沖縄県読谷村にこの灯台もあるということ。そしてなんとこの灯台、皆さん登れるの知ってましたか？観光で沖縄にいらした方、沖縄の荒波というものを実際に間近でこの灯台から見ることで、沖縄の魅力を、読谷村の強さを知ることにつながると思います。ということで今日は読谷村宇佐にございます残波岬灯台情報として皆様にこのコーナーをお届けしていこうと思っておりますよ。まず最初に皆様に聞いていただくのは、残波岬灯台の受付嬢をしているこの方のお声です。どうぞ。残波岬灯台受付嬢、この方自己紹介お願いします。日賀理香です。はい、残波岬受付嬢日賀理香さんからお話を聞いていこうと思います。残波岬灯台、公開おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今の気持ち聞かせてください。待ちに待った公開で、とても皆さんに喜んでもらってるので嬉しいです。はい、灯台なかなか登る機会がない県内でございますけども、見どころとして何かポイントを進めるとしたら何かありますか？はい、下から見る海も綺麗なんですけど、灯台の上に上がるとさらに綺麗な景色と迫力ある波が見れますので、ぜひあの灯台に来た場合に来た際には、はい、ぜひ灯台の上まで上がっていただきたいです。読谷の残波の荒波を見ることもできるということなんですけども、実際に、理香さん、まあ、読谷村出身なんですけども、読谷のいろんな名所がある中で残波岬もその中だと思いますけども、受付嬢をするということで、そのいろんな方々との触れ合いもあるんですけども、このラジオを聴いてる人にぜひ見に来てねという PR と、そして、料金、はい、最後にお願いします。まず料金の方が、はい、寄付金としまして中学生以上200円いただいております。はい、中学生以下は無料で登れます。はい、で、お年寄りの方もいらっしゃいますが、うん、もし足腰に自信がある方は、はい、ぜひ灯台まで遊びにいらしてください。すいません、階段で登っていくんですけど、どれぐらいの階段数があるんですか？階段は99段で、建物にすると6階7階建てのビルと考えていただければいいです。はい、風景も見れて体も鍛えられる残波岬灯台、受付嬢の日賀理香さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。読谷村宇佐にございます残波岬灯台、こちら、登ることができますよということで、今受付嬢の日賀理香さんのお話、ね、聞いて皆様に紹介しましたけども、中学生以上が200円、それ以下は無料ということでね、おっしゃってました皆さん。まあ200円だったら安いですよね。200円払っても見る価値はあります皆さん。200円は安い方だと思いますよ皆さん。はい、
でこちら99段あるというお話だったんですけども、私も実際に登ってみましたよ。螺旋階段をもうどれぐらい登ったのかもう途中でわからなくなるんですけども、私も実際にこの登りながら、ね、上に行ったわけなんですけども、その灯台に登る雅也のお声も届けていきましょう。さあ私雅也今から、灯台、階段の上を登っていこうと思います。先ほど、灯台受付嬢の比嘉さんからお話を聞きましたけども、建物にすると、6階7階建てぐらいの、高さ、そして階段数が99段ということで、今私、2階部分に差し掛かっておりますけども、1階1階階段は約5つの階段で作られている、螺旋階段となっております。今この階段を登っております。登っていくと、すごいですか、すごかったですか。すごい、私頂上までちょっとね、はい、スタートちょっと指ひらひらと ありがとうございます。すごいところです。さあ、今灯台、上を、ご覧になられた方とすれ違いましたけども、今どの階まで登ってるんでしょうか。かなりの、はい、階段を登ってます。これ案外きついっすね。さあ、じゃあ続きは、頂上に着いてからまた皆さんに紹介していこうと思っております。今どれぐらいだろう。さあ皆さんに聞いていただいてるのは灯台に登る雅也の声でございますよ。これリアルガチで私登ってる最中に声を取ってたんですけど、もう途中で息切れしてさ、ああ俺も年取ったんだなってね、自分でやりながら感じてしまいましたけども、そしてようやく私頂上にたどり着きました。その頂上で、この風景をご覧になられていた、方のインタビューを今、おかけするんですけども、まあ、全国にあるこの灯台の、まあ、委託管理をされている灯光会というですね、会があるんですけども、その灯光会の会長さん山田さんという、灯光会の会長さんからお話を聞くことができたので、頂上でこちら聞いていただきたいと思いますよ。こちらです、どうぞ。残波岬灯台の今上に登っております。私すごく風が強い中で、灯光会、会長でございます山田様からお話を聞いていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、山田さん、残波岬灯台、公開ということでございますけれども、今のお気持ちを聞かせてください。はい、まあ、台風でですね、はい、本当に残念ながらしばらくの間、うん、中止してたんですけど、はい、まあ、今日こうしてですね、再開できる、非常に嬉しく思ってます。はい、本当にもう今日は綺麗に、空も晴れて、そうですね、見晴らしもいい、はいはい、残波灯台の屋上から、はい、山田さんお話聞いてるんですけども、これをですね今回、公開にあたっていろんな方々が、まあ、訪れると思いますけども、ここに登って見る見どころ、山田さんが感じる何か PR する部分ってありますか。やはり、まあ、今見ましたけどこの海ですね、はい、沖縄の海の魅力というのをつくづく感じましたですね、うん、はい、それとこの残波岬のこのゴツゴツした岩の、ね、はいはい、感じ、うん、これが非常に印象的でしたね。うん、沖縄県内でこの灯台に登れる場所というのはいくつかあるんですか。ちょっと私もはっきり覚えてないんですけど、もう一箇所ぐらいあったと思います。あ、そうなんですね。それでしたらかなり貴重ですね。そうですね、はあ、残波岬灯台は、はい、全国で15箇所ですから、はあ、それでも15しかないんですね。はいはい、へえ、その中の一つが読谷村、まあ、沖縄にあるということなんですね。はい、山田さんが、まあ、これを実際に、皆さんに、まあ、灯光会の会長としていろんな PR をされていると思いますけれども、はい、このラジオ観光で沖縄にいらした方も聞いている方非常に多いんですけども、はい、その観光者に向けてのまた、PR もよろしくお願いします。はい、まあ、この残波岬のある読谷村、はい、
大変あの魅力のある土地柄だと思うんですね。で灯台もこの残波岬灯台も素晴らしいですし、はい、まあ、そういった多くの魅力のある読谷村ですね、うん、多くの観光客の方に、はい、まあ、訪れていただきたいなと。特に、まあ、この岬を取り巻く海、ね、はい、本当に綺麗ですね。魅力というのは本当に素晴らしいと思います、ね、はい、うん、これをじゃあいろんな方々に見てもらってまた知っていただくことで、ね、この灯台の意味を知る上で勉強になる部分もありますから ね、 ね、はい、ということで東公会会長の山田さんからお話をお聞きしました。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。今登れます残波岬灯台でございますよ皆さん。中学生以上200円、中学生以下はなんと無料でございます。読谷村あざうざ宇宙のう座ると書いてうざと言いますよ皆さん。その場所にございます。近くにはね残波岬憩いの広場公園もありまして、大きなシーサーも立ってるからすぐに分かる場所ですよ残波岬。県内でも本当にね、ここにしかない灯台で、まあ、すごく有名で、写真愛好家の方々というのはねその場所に訪れる方々も非常に多く、本土からのそういう、写真家たちの、まあ、また訪れる、まあ、名所ともなってますよ。もうこれぞ荒波というのもねこの場所で見れるので、残波の荒波を見に行きながらこの風景、灯台から見るこの風景満喫していただきたいと思います。本日の読谷なんでも調査団、読谷村宇佐にございます残波岬灯台情報でした。一旦 CM です。あ、畑も疲れるからちょっと休憩しようかな。おり、なんでこれは。 Hello? はいはい。 Hello, excuse me? はい。 Can I ask you something? あ、いやな、あ、おじさん英語わからんけど。 I'm from United States. なんで？ I heard that Yomitan Village is、もう意味くじわからん、お前 really good place? 待って、観光情報番組っていうのを聞いたらいいよ。おかた、What you gonna do? What you gonna do? I don't know how to say. Okay. What you gonna do? I can understand you. Ah, no, no. 観光情報番組、読みたんですよってば。わかった I don't know. That's a thing.We'll be right back.
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあ BGM で流れているのは読谷村が生んだ伝説のロックンローラー、この人を語れないと読谷を語れない直木屋さんの曲を使っております。癖になるんだよな、聞けば聞くほど。直木屋中毒、皆さん覚えててくださいね。直木屋ね、はい、ロックンローラーでございます皆さんちょっと不思議なロックンローラー直木屋さんの曲を BGM にいろんな読谷村の情報をお伝えしていきますよ、この時間も。さあ、オープニングでもお話をしましたけども、この読谷ラジオ365日毎朝9時から生放送で読谷村の情報をお届けしてます。もちろん365日なので年末年始も休まず放送いたしますよ。正月ももちろんやります。はい、まあそんな読谷ラジオでございますけども、毎月テーマを設けてコーナーをお届けする1週間があるんですけども、今月12月は読谷村で光がある風景、まあイルミネーションでお届けしていこうと思っております。期間がですよ、12月19日の金曜日から12月25日クリスマスの木曜日までの1週間を読谷村光がある風景、特集でお届けしようと思います。そこでリスナーの皆様がおすすめする読谷村で光がある風景を募集しております。まあ夜景でもね光がありますからね。で自宅で、まあ伝承軸を育ててるこの菊畑でも、まあ、光がある風景なので、まあ、光があれば何でもいいですよ皆さん。ろうそくの光でも光ですからね。あなたが選ぶおすすめする光、読谷村で光がある風景を募集しております。皆様お手持ちの携帯カメラでこの風景を撮って、あなたのお名前と電話番号を記入してこの番組に送ってください。はい、その際にまあ一言コメントを添えて送っていただけるとね、紹介しやすくなりますので、そちらの方もね、入れていただきたい。募集期間が、今週金曜日まで、はい、となってますよ。あさってまでか。募集期間が12月12日金曜日までとなっております。でグランプリに選ばれたリスナーさんにはなんと素敵なプレゼントをご用意しておりますよ皆さん。あなたが選ぶ、あなたがおすすめする読谷村光がある風景募集しております。メールアドレスは fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっておりますよ。これねグランプリ、まあ、選ぶんですけども、私が独断で選びますよ。そこでコメントね、入ってたら選びやすい、はい、グランプリに選ばれやすいということで、皆さんなんか一言コメントも添えてぜひお送りくださいよ。素敵なプレゼントご用意しております。読谷ラジオより読谷で光がある風景募集のお知らせいたしましたよ。ということでいろいろと募集をかけている中で、こちらメッセージ来てるんですけども、お名前はフルネームはちょっと避けておきましょうね。中島さんから、はい、読谷村光がある風景の、はい、写真を一緒に送っていただいております。いやーすごい、なんか、メルヘンというかね、そういう写真が1枚添えられてますけどもね。中島さんありがとうございます。これはねまたこのイルミネーション特集をしている19日から25日の中でね、詳しい詳細を、はい、お伝えしていこうと思っております。中島さんありがとうございます。逆に中島さん、このイルミネーションもそうなんですけども、あなたが大好きな読谷村の場所というのもねあったらぜひメッセージお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてちょっとねメッセージ届いてるんでこの時間に紹介しましょうね。まさやさんおはようございます。最近は寒くなったり暑くなったりしてますねと。確かにね、寒暖の差が激しくなってます。気温の変化に体がついていけませんということでね、はい、おいくつなんでしょうか。ラジオネームタンタンさんでございます。話は変わりますが、今月弁当の日
講演会がありますね。前回はこの弁当の日公演行けなかったので、今回はぜひ参加したいと思います。雅也さんは何か弁当の思い出とかありますか？ちなみに私は保育園に通う息子の弁当を月に1回作っています。毎月悩みますよということで、キャラ弁とか作れる人尊敬しますね。ラジオネームタンタンさんからいただきましたよ。弁当か、そうですね、弁当の思い出、私はね、母が、まあ、仕事をしているにもかかわらず、まあ、私が学生時代、高校そして専門学校、仕事社会人に、ね、なって、まだ私が実家暮らしをしているその間ずっと手作り弁当を作って、いただいてまして、しかもボリュームもすごく毎日毎日違うメニューで弁当あの母親が作ってくれてて、この弁当で感じる母の愛というのをね感じております。まあ、離れて、まあ、今暮らして私一人暮らしでございますけども、やっぱりこの大切さというのは本当に離れないとわからないなというふうに思いますね。うん、何を話してるんでしょうか私。はい、このタンタンさんからありました弁当の日というね、ものがありますけども、この子供が作る弁当の日ということでね、あの竹下、先生を迎えての講演会を前回もやっている。で今回も、12月23日、まあ、祝日になっている23日に読谷村の文化センターという場所で、行われるということでね、子供たちが食に、携わることでその食の大切さを知るという講演会が12月23日読谷村文化センター大鳥ホールであるということでございます。入場無料です、ね。詳しくは読谷村役場ホームページもしくは文化センター、お問い合わせいただきたいと思いますよ。はい、あ失礼しました、文化センターではなくて読谷村役場、企画財政課にお問い合わせいただきたいと思います。電話番号が 098-982-9205、098-982-9205となっておりますよ。タンタンさんありがとうございます。そしてもう一通来てますよ。あこちらも光がある風景に来ておりますね。雅也さんおはようございます。ラジオネームマーボーナスさんから、美味しそうなラジオネームさんから来ますね。すごいですね、食べ物からメッセージ来るんですねこの番組。光がある風景があるよ、メール送りますね。その場所に出かけてみました。でこの場所のテーマ私なりに考えましたよ。真冬のプールサイドで愛の告白です。キャーキャーキャーというふうにね、最後のキャーキャーキャーはいらなかったですけどもね。はい、ラジオネームマーボーナスさんから、でこの、風景を今開きました。お、どこのプールでしょうか。綺麗な薄暗い青、プールのね水面が青く光り、周りはイルミネーションに彩られている。またそれが幻想的と言いますでしょうか。そのイルミネーションというのはね、オレンジ緑に輝いておりますけども、そのまたオレンジ緑がこのプールサイドの光、青を強調させている、そんな写真の一枚を送っていただきましたマーボーナスさん。はい、これはどちらでしょうか。またこの詳細は、12月19日から25日の間にねがっつりと紹介していこうと思っておりますよ。はい、ラジオネームマーボーナスさんありがとうございます。でもう一つ、こちらはね、藤田さん、名前言っていいのかな、藤田さんという、方からメッセージが来てます。毎年自分のお家で自宅でイルミネーションやっている藤田と申します。あすごい嬉しい。あこういうね自己推薦大いに大歓迎でございます。約10メートルの色が変わる、クリスマスツリーや空に飛び立つ真っ赤な花のトナカイさんやいろいろ飾ってますよ。今年初となるキャンパスを2つに分け、ほう、子供からお年寄りの、方々が皆さんが楽しめるよう
工夫しましたということで、あ、なるほどね、訪れる方すべてに楽しんでいただけるようないろんな工夫をしていると。残念ながら写真1枚で、家の真正面をうまく撮ることができないのですが、一番見やすい位置で撮ってみました。ちなみに4枚目に送った写真は玄関に飾ってあるツリーですと。ありがたいですね藤田さん、ちょっと見てみましょうね。ドン、え、これ個人のお家なの、すげえ、どこかのお店みたいえ、これどこ、あ、場所一応書かれてはいるんですけども、これちょっとね今後私その現場に行っていろいろとお話を聞いていきたいので、藤田さんちょっと連絡すると思いますので、その時はよろしくお願いしますね。すごい、これはねすごく手が込んでますね。いや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 、真っ赤なお花のトナカイさん、そして、これは妖精さんが空を舞うような感じのイルミネーション、はい、写真が1枚、うわ綺麗なイルミネーション自宅でされてるんですね。はい、こういう風に皆さん、藤田さんみたいにね、私今やってますよ、皆さん見に来てくださいという写真でも全然構いません。はい、あなたが選ぶ、あなたがおすすめする、推薦する読谷村光がある風景募集しておりますよ。藤田さんありがとうございます。まあ、こういう、情報をコーナーとして12月19日から25日までやっちゃいますので、楽しみにしていてくださいね。まあ、イルミネーションにちなんでこちらも紹介しましょう。読谷村世界遺産に登録されている座喜味城跡、築城家五三丸が作ったロマンと現代のライトが、ロマンティックが融合する世界遺産座喜味城跡ライトアップを今やってます。ライトアップ時間が夕方6時から午後9時までの3時間やってますよ。そしてね、クリスマスイブの日24日はこの点灯時間を延長して午前1時までの延長、ロマンティックに過ごしてみませんか。今日もやると思いますよ皆さん。入場無料です、座喜味城跡。まあ、日中行っても全然楽しめる場所でございますけども、日中と夜の座喜味城を楽しんでいただきたい、入場無料となっておりますよ皆さん、よろしくお願いします。さあ、メッセージもありがとうございました。 CM を挟みまして、まだまだ続きますよ。観光情報番組読谷ラジオです。観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。皆さん、沖縄にようこそ。いやささしてますか、はい、いやささって言ったらはいやっていうのがね、道行く人にいやささって言って
はいやって言ったら、あなた沖縄の人って言っていいですよ、はい、沖縄の人だったら絶対返せます。楽しいですよ気をつけてくださいね、はい、さあメッセージまだまだ届いてます。紹介したいと思いますよ。おはようございますといただいております。ラジオネームございませんけども、先ほどの読谷なんでも調査団残波岬灯台の取材面白かったです。秘密にしていますが、自分はまだ残波岬灯台に登ったことがありませんということでね、秘密にしてますがというね、はい、残波岬灯台に登ると、他の市町村まで見えたりするのでしょうか。地球は丸い、地球に生まれてよかったと感じる場所なんでしょうかという、はい、メッセージが届いておりますけども、教えません。はい、自ら登ってみてください嘘ですよ。本当にね、なんだろう、まあ他の市町村も見えますよ。例えば、読谷村は、西海岸に面しているので、その西に面してる、例えば北谷町、嘉手納町、宜野湾市、浦添市というものも見えますし、でこの本島だけではなく、この残波岬から見える風景は離島も見えます。例えば伊江島ね、伊江島の皆さん聞いてますか、聞こえるよと、今伊江島出身の方で聞こえるよ聞いてるよという方はぜひメッセージをください。伊江島もいいとこですよね、私大好きですよ、落花生、はい、よろしくお願いします何かよはい、ということでね、まあ、いろんなその、まあ、離島も含めて、その、各市町村も見えるんですけども、やっぱり見てほしいのはこの高さから見る残波岬の荒波とその風景、ここにしかないというね、穏やかな日でも残波の波はちょこっと速いというふうにね言われてる、流れが速いと言われてる残波でございますよ。あの映画の東映みたいなダッバーンって感じの波も見れますので、はい、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。よろしくお願いしますよ。さあ、今日の放送もここ大天王国紫村からの生放送でお送りしておりますけども、朝早くからこの大天王国紫村に、ね、修学旅行で来た学生たちが来てますけどもね、修学旅行、修学旅行、旅行できたの、あ、うんということでね、うん、生放送だよ、はい、皆さんもぜひ体験王国紫村に足を運んでみませんか。101の体験ができるテーマパークとなっておりますよ、はい、101の体験、昔の沖縄と今の沖縄を同時に楽しめる観光施設となっておりますので、皆さんぜひ体験王国紫村にも足を運んでいただきたいと思いますよ。そしてね、内縄料理が楽しめるほか、デザート、サラダ、ドリンクも選び放題のレストラン待機もございます。皆さん内縄料理を食べるのならば、ここ大天王国紫村レストランも活用していただきたいと思いますよ。あのね、大天王国紫村の噂、大天王国紫村にいる歩くイケメンというね、男性がいます。この方を見ると幸せになれると言われております。皆さん毎日ニコニコしてますのでね、はい、イケメンを探せ、はい、これをテーマに大天王国紫村に来るのもいいんじゃないかなと思いますよ。さあ、最後にこちらの情報をお伝えしましょう。読谷村、イメージキャラクターがいます。その名も読谷、おはようございます読谷です。ヨミトンというイメージキャラクターがいますけどもね、豚ちゃん、豚紅芋がタッコあった、一緒になった豚ちゃん、タッコあった、ひっついたヨミトンというキャラクターがいるんですけども、そのヨミトンの T シャツを販売しておりますよ。これすごく人気があってすぐに売り切れる T シャツ、子供用、大人用、あります。
詳しくは読谷村観光協会にお問い合わせください。読谷村観光協会098-958-6494、098-958-6494まで。すいません、読谷 T シャツありますってね、聞いてみてくださいね。皆さんよろしくお願いします。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。さあ、光がある風景も、続々とエントリー者が増えております。まだまだ受け付けておりますので、皆さんが選ぶ読谷村光がある風景、ぜひこの番組に送っていただきたいと思います。そして観光で沖縄にいらした方、すべての皆さん、地元の皆さんも含め、沖縄展を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしてます。また後からや。